ディオは SM エンターテインメントに所属する韓国出身の男性歌手である。男性アイドルグループエクソ並びにエクソ系のメンバーでポジションはメインボーカル。本名はド・ギョンスで2012年デビュー当時に公開された本名の漢字表記はトシューだったが2017年11月14日にエクソの公式 ウェーブはお通じ正式表記が、宮古隆州へと訂正された。平気道、茅市出身。韓国の就学年齢基準備、変更前の早生まれに該当していたため、1992年生まれの、チャンヨル、ベクヒョン、チェンと同学年である。血液型は A 型。3歳上の兄が一人いる。白石高等学校卒業。 2010年に SM キャスティングシステム合格。芸名は本名ドキョンスのどに由来する。架空設定能力は力。背番号の12は自分の誕生日が12日だったのと、エクソが12人という意味を込めて付けた。2019年7月1日軍隊早期入隊。2021年1月25日除隊。メンバーの中で初めて演技のオファーを受けた。 練習生時代に受けた共通教育課程の演技の授業を除き、専門的に演技を学んだ経歴はない。自身をからかったりするメンバーを充術で懲らしめることから、石格闘技選手ヒョードルにちなんで、デオードル、黒目が小さく白目部分が大きいことから、結膜セレブというニックネームが付けられた。趣味特技は、歌詞解釈と歌うこと、ビートボックス。ロールモデルは作曲家ゆ四人。 好みの音楽は、R&B とポップス。クリス・ブラウニや、ジャスティン・ビーバーをよく聞く。好きな食べ物は、スパゲッティ。好きな色は黒。好きな映画は、ファンタジー映画。おとなしい性格、鼻歌を歌う癖があり、ザウの名は、一等。ビートビーの表宿とは、学生時代から進行がある。ドラマ、大丈夫、間で共演した、俳優チョインソン、イ・ガンスとも親しい。 小学生の頃から歌を歌ったり聞いたりすることが好きで、男性バラード歌手なユングオンの期待や男性 R&B グループブラウンアイドソウルのマイストーリーといったバラードを中心に歌っていた。高校生の頃は歌の大会があると必ず参加していて、軽機動性少年大会で受賞した経歴を持つ。受賞の際に SM からスカウトされたが、 その時は SM がどんな会社であるのかをよく知らなかったため本物かどうか疑いを持った2010年 SM キャスティングシステムを通じて SM に入った事務所に入ってから様々なジャンルの歌を聴くようになりダンスを開始2年間を練習生として過ごした SM の練習生になったことを知られたくなかったため学校では誰にも打ち明けないまま高校を卒業した ビートビーのヒョンシクとは、学生時代からの友達同士で、一緒に歌手を目指して会おうと言っており、互いのデビュー後に音楽番組で再会した。2012年1月30日に公開されたエクソ・ K のホワット・イズ・ラブミュージックビデオを通じて、ベクヒョンと共に初披露された。2012年4月8日、エクソ・ K のメンバーとして、韓国で正式デビューした。 第39回トロント国際映画サイシティツーシティ部門に正式出品された映画アスエでスクリーンデビューした。2014年 KBS 歌謡祭でアナと雪の女王の王子に噴出オープニングを飾った。主演は役名を、太字で表記主演は役名を、太字で表記表紙モデルは氏名を、太字で表記。ありがとうございます。